じゃあ、トガシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はペルーのマチュピチュに来ました。こんな感じになっております。トガシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今回はペルーにあります世界遺産のマチュピチュに行きます。マチュピチュへはクスコの村からバスで上がっていきます。それではクスコの村の中心からバスに乗って出発していきます。バスの代金は往復1回 25US ドルでした。安いか高いかというと決して安いという金額ではないかもしれませんが、歩いていくのはかなり大変ですのでバスを使って登っていくのがいいんじゃないかなと思います。歩きでも行けるようですが、登山道を長時間かけて上がっていきます。バスでも30分くらいかかりますので、歩きだとちょっとしたハイキングというわけにはいかないということになります。画面左側に歩いている方がいらっしゃいますが、この時は私たちが登っていく時ですので、歩いている方は下ってきたということになります。降りてくるバスとそれ違いながら登っていきます。マチュピチュ、ああ。This is Monte Machu Picchu City. ああ、あれがシティなんだ。Thank you. ワイナプチュ、ああ。ああ、ワイナプチュ。And the next zigzag. Good job. ああ。この日はペルーからマチュピチュ村に鉄道できて、それからマチュピチュ散策に向かっております。午後からマチュピチュに向かっておりますので、登る方は少なく、バスの中は私たち2人だけでした。マチュピチュを訪れる多くの観光客の方は午前中登っていきまして、午後降りていくというパターンの方が多いようなので、午前中の登りのバスはものすごく混んでいるのですが、午後の登りのバスは空いております。で、逆に午後の下りのバスはすごい混んでおりまして、午後登っていく乗客が少ないからといってバスを出さないと降りていく人が降りてこれなくなるので、乗客がいなくてもバスは運行されます。それなので今回は他に乗客がいなく、いろいろと案内をしてくれたり、途中停車したりもしてくれて、バスの運転手さんも優しかったということもあり、すごく贅沢なバスの乗車時間でした。どんどんと標高の高いところまで上がってきました。バスから見える景色はこのような感じで崖になっております。眺めがいいといえば眺めがいいのですが、落ちたら怖いといったような感じもあります。あー、ワイナプチが見えてまいりました。そしたらここでですね、なんとバスの運転手さんが乗客がいないからということで止まってくれました。で、ちょっと写真を撮る時間をくれたということです。あー、ワイナプチュ、あー、へえ、すごい。この運転手さんって本当良かったな。それでは間もなくで到着でございます。これ外を見ていただくと、帰りの下りのバスを待つ方々で大行列ができております。Thank you very much. それでは到着でございます。こちらが運転してくれた運転手さんです。到着するとすぐに有料のガイドさんが近づいてきます。あ、ノーテッチ。はい、乗った時間がちょうど降りていく人が中心の時間で、登る人は少ない時間だったんです。で、登る人が少ない時間だからといって、そのバスを送らないと降りていく人が降りないんで、本当にいい時間でした。めちゃくちゃいい時間に乗りました。で、優しい運転手さんだったんで、途中いろいろ説明してくれたり止まってくれたり、あと1回降ろしてくれもしました。すごい良かったです。山を降りてからその日のうちに鉄道でクスコやオリャンタンタイボに向かう方は、帰りのバスの待ち時間を注意しながら散策した方がいいと思います。で、こちらはトイレなのですが、マチュピチュの中に入っていきますと、もうこれトイレから出てきたところなんですけど、マチュピチュの中に入ってしまうとトイレはありませんので、ここで済ませておく必要があります。有料でございます。で、こちらが検査といいますか、チケット確認の場所です。ここではパスポートも必要になります。あ、パスポート。私はバッグにアクションカムをつけていたんですが、係の方カメラに気づき、
グッドポーズしてくれました。ありがとうございます。ケンタさん、Thank you. ありがとう。ありがとうございます。ほぼ全員観光客ですので、こうやって慣れているんだと思います。でこちらが荷物の預かり所。それでは中に入っていきましょう。散策をしていきます。ここはですね、人それぞれ違うと思いますが、全くの運動不足の方だと割と疲れてしまうと思います。それなんで自分に合った散策ルートといいますか、あまり高いところまでは登らず、平坦のところをぐるぐると歩くのがいいんではないかなと思います。私はせっかくですので、いろいろと散策していきたいと思います。生で見てみたかった景色をこうして見ることができる場所にやってまいりました。いろいろな写真に載っている景色をそのまま見ることができます。これは霧がなかったのでかなり綺麗に見えているのじゃないでしょうか。これ上の方までまだ階段を上がっていけば上がれますので、ご見客の方はぜひ上がってみるのも面白いかもしれません。こんな感じで霧がどんどん上がってくるので、こういうふうに霧がない状態っていうのはすごくいい状態なんです。そうなんで今これを見えているのはラッキーです。これを霧がなくなるのをみんなでここで待って、こう何ですか、待ってですね、綺麗な写真を撮りたいと思いますので、これは今すごいいい状態だと思います。こんにちは、トガヤ CV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ペルー、マチュピチュに来ました。この景色を肉眼で見てみたいなと思って来たいと思ってから数年経ちますが、ようやく来ることができました。こんな感じでございます。ちょっとこれ難しいな。こんな感じでございます。で、この景色が今ですね、この景色が今見えてるんですけど、これすごいラッキーなんです。ここからいつも霧がかっちゃって見えないことなどがあるので、これがもう超綺麗に見えてる。これすごいラッキーな状態です。で、ここで観光客の方とか、これ見張り台って言うんですけど、この見張り台でここに霧が出た時に、この霧がどいてほしいってことで、せーのってみんなにふーって吹くんですね。そういうのを吹いて、霧がどっか行ってっていうのをやってたりする人がいるんですけど、今日はそんなことしなくても一番最初初っ端からこんなに綺麗に見えております。これはすごいラッキーです。いやー、ここまで来てよかったです。グッドポーズ。もうペルーで、しかもこういうクスコだとかマチュピとかこっちの方まで来るのは日本からは直行便で来れないので、やっぱりここに来るだけでもすごい、こうなんていうんですかね、観光というか体力がいることなんで、どっかアメリカをね、アメリカだとかカナダとか、このアメリカ大陸を経由してこないといけないので、これをね、来るっていうのがすごい来た回もありますし、このここに来ただけですごい達成感があります。で、このクスコからもここまでは鉄道だとかいろんな鉄道でしか行けないっていうね、そういう。あそこにあるのが見張り小屋っていうんです。あの見張り小屋のところから写真を撮るのが一番定番です。あ、ほら、霧がこんなにすぐ来ちゃうんだもん。Si incontrano loro e lo trovano un uomo tutto ricoperto d'oro. また霧なくなってきた。Che esisteva, era per lui.ツアーの団体旅行などで来ている方だと、今のようにガイドさんがこの遺跡の中を案内してくれているような感じです。ウユニはいっぱいいるみたいよ。あ、ウユニがいる。この電話は何の電話かというと、せっかくここまで来ましたので LINE のビデオモードの電話で親に電話をしてみました。出ませんでした。山が近くにおります。で、この山が草を食べてくれることによって、草刈りなどをしなくても綺麗な緑を保てているようです。マチュピチュのこういわゆるこうマチュピチュのこう村の中の反対側です。こんな感じで景色もすごい綺麗になっております。こんな感じでこちらもすごい景色です。ここね、本当にこう危ない絶景になってます。この景色も綺麗だし、山も綺麗、そして川が流れていて、なんかあそこに駐車場があって、あそこに行くのがあるんでしょうね。はい、じゃあ雨がすごい結構降ってきましたんで、
旦聞きたいと思います。さっきまでね、あそこから見た時に、あの見張り小屋から見てた時はすごいこう、なんて言うんですかね、霧がなくていい感じだったんだけど、やっぱり急に山の天気が変わるからこうやって霧ができてきました。おお、びっくりした。こんな来た。おお、山も崖っぷちで大変です。こんな崖なとこで食事するとは大変です。落っこっちゃいそう。おお、すごいなこれ。先ほどあそこの上の方、頂上らへん、頂上でもいいんだけど、あの上の展望台みたいなところをこう見てたんですけど、あちらの方はこう霧がかっちゃってます。それなのに向こうからこっちも見えないと思うんですね。本当にこうタイミングだから見れるときに見ておいた方が絶対です。はい、雨が降ってきておりますので、この中、瓦葺きの屋根がある中で休みたいと思います。ちょっと勉強不足でこの屋根が何の屋根かはちょっと分かりません。はい、この先ほど見てたのと反対側はこうして岩だらけになってますんで、結構雨が降ってくると滑りやすいので気をつけて歩いた方がいいと思います。昨日のクスコから標高が1400ぐらい下がってるんで、割と喋りやすかったり、こう生活しやすかったりするんですけど、それでも2000ぐらいありますんで、標高が。そうするとやっぱりね、ちょっとこう息がハーハー入ってきます。こちらのエリアはすごい石に囲まれています。すみません、すごい細い。もうはい、晴れてたら景色がすごい綺麗に見えるんだと思います。これ上から下から行くか、まあ、ちょっと上がってきちゃったんですけど、上から行くか選べるんですね。そうした場合は絶対に上から行くのをお勧めします。というのは、私のこういう、なんていうんですかね、遺跡とかの散策の経験上、こう下に行って下から行くか上から行くか選んだ時に、下から行って上に戻ってくるのって結構大変なんですよ。それだったら上から行って下にちょっと戻る。わあ、危なこれ。そのくらいの方がいいんじゃないかなと思ってます。こんな迷路みたいになっちゃってて、しかも雨降ってて、この天気なんで、ちょっともう早めに上に上がっていきます。これ上の見張り台の方、あれすごい綺麗な景色というか、この定番のすごいこれでザ・マチュピチュっていうのは景色が撮れるところは、もう霧がすごくなっちゃってるんで全く見えないと思います。いや、ほんとこれ運も悪いけど今日来てよかったです。今日来た時に見えてよかったです。マチュピチュは世界遺産の文化遺産に登録されているところですので、この遺跡の歴史やこの構造の理由などを知っている方が、散策をしている時の関心がより高まることは間違いないと思いますが、日本からですといろいろな交通手段を乗り継いでここまで来ておりますので、何もわからないながらもこの中を歩いていれば、綺麗な景色と日頃見る建物とは違う構造の建物を見ているだけで十分に楽しめると思います。個人旅行でマチュピチュまで来るということは、それだけでも事前にいろいろな調査をしなければいけないと思いますので、事前の調査を大切にしながらも、こちらのマチュピチュの事前予習を少しでもしておくと楽しみが倍増すると思います。雨が本降りになってきました。結構ですね、もうここまで本降りになってくると、もう急いで早く帰りたいって感じです。最後は雨が本降りになりまして、結構大変でした。まだバス混んでます。今回の旅行は明日も来ますので、明日もまた期待したいと思います。ぶとぼ超良かった。でもちょっとね、雨がすごい。これで一旦終わります。
今あのバスで、まあ本当は差し入れかどうかわかんないけど、今回は途中下車をさせてくれました。そうなんで、バス降りてすぐホテルです。これはラッキーです。帰りのバスは発車する前から寝てしまいましたので動画はありませんが、通常やってくれるのかどうかわかりませんが、このホテルに何組か泊まっている人がいて、他の方が降りたので私たちもここで降りることができました。すごくラッキーでした。ということで1日目のマチュピチュ散策はこれにて終わります。翌日も早朝からマチュピチュにバスで上がっていき、マチュピチュ散策をしました。その時の様子はもしかすると今度動画にするかもしれません。今回は唐辛子 TV のマチュピチュ散策動画を見ていただきましてありがとうございました。